はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リダックス続きやっていきます。さて、ファシスト支配地帯に入ってるわけだけど、投げナイフをね、全然使ってなかったから、投げナイフとか使ってこう。それは、じゃあショーはここまでですね。これ倒した方がいいや。静かに集合しろ、ついてこい。集合しろ。あんまり長く持ちそうにないな。無駄口は叩くな。降りろ、整列。ほっとこう、ちょっと。足音がなくなった。コンパスはとりあえずここまっすぐ。あいつやれるんじゃないかな。あれ、投げナイフが出すね。よし、こういう感じの投げナイフか。投げナイフは回収できてくれ。できた、素晴らしい。あなたもだ。とりあえずこっちはバレないな。姿勢を低く。どうしようか。あれ、あっちに兵士が戻ってきてんな。やっぱ戻って一回下行こうか。あ、そこにいる。後ろからぐるっと行って倒して弾を拝借。いや、ほっとこう。はい、はい、いたし、まだ。あ、硬そう、やばい。治療、あー、まずい、まずい。医療キット、クソ、まだいた。あれ、でも向こう側のにはバレてない。あー、やばいやばい、こっちにいたのか。出て出て、待って、レーザーサイトが光ってる光ってる、後ろ。よし、やばいやばいやばい、どっから撃ってきてる。あー、みんな降りてきてる。ステルスで行きたかった。そう、これでも暗い。あ、これ焼夷グレネードだ、上に。あ、グレネードだった、普通の。よし、弾回収。兵士だから弾なかなか持ってんな。弾回収。まだ上に機銃かなんか撃ってる敵いるけど、バレてないのか。そこそこ弾回収。いや、気づいてるな。
然やった。いろいろいただき。あれ、なんか敵寄ってきてないか。誰かいる向こうに。わかんないな。進んでいこう。なんか撃ってんな向こうから。そしてこれは死んでる。あれか撃ってんの。下降りれない。大丈夫か。下降りれない。あれやれるかな。撃ってきてんな思いっきり。よし。うわ、なんかライトつけられたな。グレネードくれ。どうだ。もう一個。よし、全身全身。超眩しい。消えた。リロード。ね、モンスターとの戦闘だけとは限らない。リロード。これやっぱ遠距離でもなかなか届くな。これよし、ブルボンの形見も強い。回収。これか、放送かかってんの。止めるはしない。弾回収。人の声がするな。ひとまず回収。ん？なんかこれ AK じゃないか、これ。あ、 AK だ。 AK にスコープついてる。これいただいていこう。ブルボンの形見捨てました。結構反動あるな。でもこれ基準。ちょうどさっき共産主義者とファシストが戦ってるとこだったのか、これ。でこの武器ってもしかして、あ、圧力がついてるわけじゃない。あ、敵いるな。こっちに気づいてない、まだ。なら、はい。何？よし。よし。オッケー。投げナイフ2本じゃないと死ねないのか、これは。全員かな。はい。へい、ちょっと待って。この野郎。よし。あれ、なんか撃ってきてんな。向こうか。どっから撃ってきてる。あっちか。勝てー。よし。こっちだな、進んでいこう。
下進んでいこう。あーいるな敵。こっち来てるな。あんだけ銃声鳴ってるけどこっち気づいてないのか。ほら足首だけど死んだ。サプレッサーの武器で戦うというよりも投げナイフが重要になりそうだな。 あれっ、気づいてなかった。そして投げナイフがね、あの何回かボタンを押してもね、すぐに出てこないことがあるんだな。まだこっち敵がいるな。2人か。ちょっと待ってよ。下行ってみたいな、こっち。そこに1人。中に1人。やっぱ先にこっちやっちゃおうか。あれ硬いやつか。いや、やるっけない。あれ一発で死んだ。硬いやつではなかった。一本無駄にしちゃった。さあ下に二人いるからね。三人か。こいつやっちゃおう。刺さんなかった。でもバレてない。あれ？あ、投げナイフがない。待って、さっきの死体から回収してこよう。え？誰もいません。投げナイフ回収。これを外してはならない。バレたか？こっち登ってくる、もしかして。セーフ。あ、気絶って選択肢もあったのか。さっきの死体から投げナイフをいただきたいな。消えちゃったか、もしかして。あいつテイクダウンできそうだな。気絶の方向で行こう。ん？あれ？ちょっと気絶。なめぷかよ。そこに敵がいる。気絶。弾ないのか。よし、向こう戻ろう。投げナイフがなくなっちゃったな。ない。こいつだけか、もしかして。あと気絶。よし、こっちだな。トラップはない。
人がいる。気絶。足音するし、ライトがある。まだいるな。硬そう。気絶できた。よし。これなんだろう。ちょっとショットガンと交換していこうかな。あ、ショットガンかこれ。え、そこにつける。かっこいい。日記。うわー、なんじゃこれ。死体が腐乱してる。さてこっちかな。もう完全にファシストの支配地域に入ってると思うけど。開ける。あっ、あっ、いえ、やられた。意識が戻ると同時に絶望した。ファシストの捕虜は強制労働をさせられるか、射撃訓練の的にされる運命だ。え、死ぬか働くか。トロリー戦闘。捕まっちまった。いいショットが手に入ったのに。共産主義のスパイなど撃ち殺してしまえ。違います、私はどちらでもないです。ゲシュタポを呼ばなくていいのか。帝国からどれだけ時間がかかると思ってる。それまでこの豚の相手をしているのか。お、なんかゴーグルみたいなのが怖い。相手。その通りかな。よし、共産主義のクズも。マルクスだかに祈るんだな。え？誰？泣いてお願いしたら楽に死なせてやってもいいぜ。おお。スルって飛びついた。悪党どもについて一つだけ好きな点、それは引き金を引くまでに必ず長話をすることさ。水。あんたに貸しができたな。共産主義者じゃなさそうだが、一体誰だい。それはハンターの認識表だな。ミラに合わせよう。メッセージがあるなら彼に伝えてくれ。ミラーの知り合い。この人たちは共産主義者の人たちでもない、ファシストでもない。よし、装甲車に乗り込もう。あ、武器は持ってた。あ、しかもなんか落ちてる。計画があるんだ。彼をレールカーまで案内してくれ。双眼鏡。砲撃とブラック撃だけだからな。任務はどうする。ナイトビジョン。ハンターからの知らせを届けたら、ミラーが勲章をくれるから、ミッションは俺が遂行。この武器は、これもショットガン。今持ってるやつと同じやつかな。これのアタッチメントなしだ。で、どうしようかな。装甲車？レンジャー、バベルと共にファシスト支配地域を突破し、ブラック駅ってウルマンと会う。ブラック駅ってウルマン。あ、ファシストだな。なんもない。あ、装甲車だ。タレットにつけ。
その方が顔が見えにくいからな。お前さんなら機関銃の使い方ぐらいわかるな。バッチリ。それじゃあ幸運を。よし、モンスターかファシストが出てきたらこれで打ち倒す。 L スティックで回転するのか。バリケードは静かに突破しよう。冷静に行動すれば連中も俺たちに気づかないかもしれん。そうだな、クルーのふりをするんだ。戦闘になったら俺の言う通りに動け。クルーのふりをする、どうやって。開けてください。開いた。クルーのふりをする。ここで何をしてる。この車両は輸送計画に乗ってないぞ。この先のバリケードに行くんですよ、隊長殿。弾薬の運搬でね。向こうにも弾薬は到着してるぞ。え、誰だ貴様。合図を開けろ。止まれ、警報を鳴らすんだ。倒す。おら、あ、後ろ振り向けんのかこれ。オッケー。ほら、あ、近い近い近い。よし、そっち。よし、かなり弾浴びたけどセーフ。待て、また後ろ。よし、オッケー。左、こう。よし、オッケー。左、どこだ。いた、歩兵だ。あれ、前なんか突っかえてる。やばい、基準についてる。いてててて、当たんね。よし、ほら、全員倒す。入れて入れて。あ、オーバーヒートしてる。やばい。で、そこに弾を当てて。よし、よし、後ろ。あ、来てるな、なんか銃座をやって爆発。OK、 はい、うっ、戦車。あれ追ってくるの、危ない。はい、遅くなってるよ、なんか。エンスト
動かない。あ、え、どこ、え、もしかしてやられた運転手。うわ、めっちゃ来てる。いや、生きてる。うわ、めっちゃいる。うわ、よし。あ、オーバーヒート、追ってくるな、あれ。撃ちまくる。あー、ずれる。爆発しろ。よし、逃げれた。クルーをなりすますなんてなかった。あーっと、荒っぽいな。あ、行き止まり。よし。おー、どこだここは。なんか加えてる。ライト。お、乗り物。ファシスト側のトロリーとの銃撃戦も終わり、旅路も少しは楽になるかと思われた。無論ぬか喜びに過ぎなかったが、まだまだ敵がいると。車両基地、もうすぐだ。ブラック駅、車がブラック駅で待ってるはずだ。まずい。え、奴らあんなガラクタまで作ったのか。ああ、今これにぶつかりかけたけど、セーフ。あ、ネズミ。なんかあった。毎日に備えておけ。敵っぽい。敵だ。いて。やばい。撃つ。よら。弾があった。やばいやばい、機銃がある。よし、入れ。危ない。なんか今走ってたなかったな。あ、
あ、これショットガンだ。終わった。え、下ってる。え、早い早い早い。どう、ジェットコースター並みのレール。ライトつけよう。車両基地だ。話には聞いていたが、こういう場所だったとは。車両基地。あ、待って、なんかモンスターいなかったか今。すげえ出てきそう。おお、いて、何？遅いっすよ。あ、待って、ここはショットガン。よし。おーら、リロード。あ、やばい。おーら、かー。よし。めっちゃモンスターいる。後ろ後ろ、いて、出て、リロード。やばい。よし。ああ、やばいやばいやばい。後ろ後ろ後ろ、やばい。自爆した。あ、速くなってる。はい、また仲間が死んだ。うわ、だまっだ。あ、潰れる潰れる。ブレック駅移動してウルマンと会う。ハベルって人が今の。そうだよね、自爆した人。そうだったかな。自爆しちゃった。じゃあちょっと長くなったけど今回ここまでにしようかな。と、ほんとね、みんな命知らずで命を落としていく人もいるけど、じゃあ次回ブラック駅でウルマンという人物に会いたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。